今日は足立区の輝くものを紹介していきます。はじめに紹介するのはじゃーん、小松菜です。おすすめです。次に紹介するのは文化フライです。文化フライはガムシロップで少しの中の甘みがある、美味しいんですよ。知ってましたか？これで紹介するのは最後ですね。悲しいなあ、残念だな。早くしてください。はい、気を取り直して、最後ででん、あんみつです。あんみつは甘くて美味しいですよ。あなたは小松菜担当じゃ。いいね、いいね。